統一地方選、維新、躍進、その裏で自民党のダメっぷりが露呈という話をですね、うん、したいかなと。今回統一地方選でですね、はい、まあ、維新、まあ、関西を中心に議席を大幅伸ばしたということで、はい、まあ、はい、一つのトピックスになったんですけど、はい、なぜ維新が躍進したかっていうちょっと背景にやっぱり自民党の凋落があるんだろうなというふうに僕はちょっと分析してですね、はい、まあ、僕の研究テーマは京都自民党出たですね、サンプルにいかにダメだったかをですねちょっと レポートしたいと、はい、え、京都はどう、京都も躍進したんですよ。維新がですね7議席から19議席まで増やしたんですね。で、まあ、20人中19人当選と、だ市議不議で大幅議席伸ばしたとですね。で、じゃあ3章に分けて第一章、第一章ベテラン議員の迷走という話がありましてですね、うん、で、まあ、府知事選、市長選で、まあ、維新大阪は圧勝したじゃないですか、はいはい、でそれでですね結構実は話題になったことがあって、4月9日の前日、4月8日ですよね、自民党京都府連の西田昌司さんという方が、うんうん、あ、参政党のですね候補、大阪府知事候補吉野さんっていう方の応援室に入ってですね、うん、自民党議員協定っていうことがあったんですね。参政党の応援に行ったんですよ。でそこでですね、大阪を維新の魔の手から解放するといきなり宣言して、うん、維新の悪口ずっと言うみたいな演説をぶちかましてですね、うん、基本的に他党を応援するってなかなかタブーじゃないですか、うんうん、まあまあそうですね、しかもよりによって参政党みたいな感じじゃないですかそこでですね、まあ、その京都には維新をはた迷惑だろみたいな、よく京都の人がし始めたとかして、うん、まあ、要は維新憎しで参政党の応援まで行ったんですよね、でそれが結構自民党内でえっていうふうになったわけですよ、まあ、そりゃそうですよね、うん、なんで、うん、みたいな、そりゃそうです、そう、うん、でまあ、まあ結果が先ほど言ったように府議市議で7から19で倍増ですよね、うん、で自民党と今日は食われて減ってしまったという議席になってしまったと、うん、第一章、うん、第一章迷走ですよね、迷走第一章、第一章ですね、うん、で第二章ですね、女性市議支援者が丸々という話なんですけどね、うんうんうん、で、まあ、京都市議選でですね、うん、まあ、僕らが一回取り上げた山津舞子さんという議員が取り上げた。で、まあ、あれ、あの車が成長使っていたとか、その後も、ね、男問題を書かれたりとか、まあ、いろいろお騒がせ主義だったんですよ、はいはいはい、で今回結構統一地方選でね、なりすましビルの福岡の女の子とか、うん、タクシー内暴言の熊本県議とか結構お騒ぎが続々落選したんですけど、うん、山さんもちょっと落選しちゃったんですよ、うん、実はその落ちる以前に選挙違反疑惑が、ね、選挙違反、うん、で3月13日にですね、彼女の支援者がインスタのストーリーにこんなやつことを書いてたんですね、うん、いろいろと物議を呼んでる渦中の自民党ですが、そんな中所属してはる山津舞子京都市議会議員さんの応援に来ております、もし私をフォローいただく方で下京区にお住まいのお家に眠っていることになるだろう、統一地方の投票券は1票入れて開けてね何分かんない、その支援者が、あの私のフォローしていただいている方で下京区、これは山津さんの選挙区ですね、うん、お家に眠っている選挙権があるなら、うん、投票券は1票入れてあげてねっていうインスタを書いたんですよ、うん、はい、でこれってまあ公職選挙法上ですね、事前活動に当たるんですね、あの選挙期間中じゃなかったん で、うん、でそれはやっちゃいけないんですよ、はい、で結構びっくり仰天してで、まあ、まあ山田さんピンチとか言われてたので、いろいろねスキャンダル多かったんで、さすがに投票呼びかけたらダメだろうと、はい、いうことになったんですよね、うん、捕まるんですかこの後、まあ、ちょっとひょっとしたら捜査対象になる可能性もゼロではないですね、うん、本人にちょっと僕も話を聞いたんですね、本人にそのインスタ上げてた支援者の方に、お、うん、やしたらなんかまあ一票有意義に伝っていただきたいみたいなことをね、え、有意義に使っていただきたい、あんまりちょっと違反だっていう認識はないみたいな感じだったんですね、で山津さんにも話を聞いたんですけど、うんうん、なんか山津さんにも聞いたんですか、え、本人に山津さんにもね、で大丈夫ですかみたいな話したら、うん、まあまあ支援者ですってことは認めたんですけど、まあ、選挙犯の可能性もありましたしたら、まあ、支援者はそれ以上それ以下でもありませんみたいな、よく分かんないことで終わってしまったんですけど、うん、それ以上それ以下でも意味分かんないです、でこれは基本公職選挙法上第129条に違反するんですよね、うん、まあ、事前運動だから、うん、あの公示日から投票日までの間しか選挙運動しないと、はい、投票日かける活動はそれ以前はやってはいけないと、はい、山田さんは西田さんが寵愛してた市議会議員だったんですよね、うん、で何やってるのと今京都ではなっていてですね、うん、第3章ですね、うん、悲惨な結果という
話なんですけども、うん、西田さんは参政党の応援にいて、うんですね、大阪まで出張ってたんですが、うん、その結果がですね、山津さん落選、うん、山津さんは大変お気に入りだったんですよ西田さんね、うん、でさらにですね西田さん元秘書も今回2名立候補したんですけど、うん、あえなく落選あ、うんうん、で京都自民党で大阪行ってる場合じゃねえだろうという話になってんですね、うんうん、親分がうん、で西田さん自体はもう乾杯は認めるというような話をしたんですそうだただあの全ては落選者の責任だと思う責任を言ったりとかして、まあ、なかなかやばいとで、まあ、ここから、まあ、なぜ維新が躍進したかってよく分かるなと思うのはやっぱり自民党がダメになってきてるっていうことなんですよね国政でもね岸田政権とか自民党はまだ安定政権ですけどやっぱり地方の自民党が弱くなってることの象徴なんですでまあ、もちろん維新がいいとは言わないけど選択肢が関西は本当に維新になっちゃってるんで、はいはいはい、維新に流れているので、はい、奈良県知事選の通り大阪圧勝、うん、で京都も議席を伸ばしたと、うん、いうことはやっぱり自民党がもうダメになってるという証拠なんですよね、うんうん、でその一つの証拠は、まあ、前言ったマネロン選挙買収もそうなんですけど、うん、あの選挙買収とかいろいろやってるのに負けるってことは議員同士も金でしかつながってないから結束力も弱いわけですよなるほど、うんでね、国政選挙の、ね、地盤はやっぱり地方選挙の、ね、議員たちなんでそれがもうここまでどん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 足元がガタガタなっているっていうことが今回京都ではよく見えて多分大阪であろうと奈良であろうとも似たような構造だっていうことが維新の躍進を許しているということなんだと思うんですよね。これは全国的に広げられるんですか、うんまあ、だから、まあ、立憲民主党がねあんな感じなんでねちょっとまあ維新は今後ね大阪に IR も行くんで余計勢いを伸ばしていく可能性はありますよね、うんうん、関西地方は多分なんかそうなるような、ねうんうんまあね、東京はちょっとアレルギーがあるんでね何のアレルギーなんですか橋本さんですか大阪特有のちょっとコテコテ感はやっぱりなかなかっていうことなんでしょうね。なるほど。うんまあ、ただ分かんないですよね。今後もね躍進していく可能性はあるけどももちろん維新がいいとは僕は思ってないんですけどやっぱりそれは自民党が弱いと。なんかでも、うん、自民党以外に入れるとこがあるって思えるのはいいですよね。まあ、そうですね、うんうんうん、で黒岩さんの時なんかねだって、うん、罰ゲーム、ね、政治はねどんどん地盤沈下してるっていう証明が、うんまあ、今回の統一地方選の維新躍進、うんうん、後半もそれが続くんじゃないかなとは思うんですけどね、うん、というお話でございました、うん、なんか喋るたび喋るたび滑舌が悪くなる今日結構聞き取れなかった本当ですかすみませんなんでしょうね普通慣れていくもんなんですけどねどんどん早口なのか滑舌が悪くなるのか滑舌ですよねやっぱね滑舌ですか、うんまあ、昔はいいって言われたんですけどねそうですか絶対嘘ですよそれテレ朝の人に赤井さん滑舌最高ですって言われたんですけど、ね、最高ですめちゃめちゃいつ収録人好き1回スイッチ入りますね喋り方ちょっと真面目な話をするとちょっと追うのに精一杯になってきてより悪くなるってもあるかもしれないですね説明がもう本当にあの、うん、これちゃんと収益化できてきたら、うん、一回あのボイストレーニングみたいになっちゃうでしょうねボイストレーニング喋り方講座パッシーだなアナウンサーみたいになっちゃったりしてねちょいちょい神野さんは原稿見てるから理解してる顔の時いっぱいありますもんで俺こっち見るとみんなポカンとしてるからきっと分かってないんだろうなと思ってそうなんですよ